ジャーナリスト、ノンフィクション作家をやっております辻部と申します。児童相談所問題で言いますと、今のお話聞くと虐待ないって分かりますよね。それでも帰ってこないんですよ。で、私どもが体験した時は弁護士と警察が虐待の疑いがあるということをテレビで言って、警察が通報したら9人の子供が連れて行かれる。で、連れて行った結果虐待なしと分かったんですよ。で、返さない。で、次に何言ったかというと、親に虐待があったという回答書にサインをしろと。そしたら返してあげるということで、ほとんどの人間がサインしました、泣く泣く。なので虐待親というレッテルを受けて今も生きています。で、1名がなぜ虐待なのか、何が虐待か言ってくれと、じゃないと改善のしようがないと言ったところ、養護施設に送られました。で、親権は、その人は離婚してたんですが、3歳から一度も会っていない、養育費も払っていない夫のところに、児童相談所を探して、親権の変更の申し立てをさせました。で、親権が仮で無効に移りました。なので今度は何を聞いてもあなたに答える義務はありませんです。居場所も分かりません。骨折しても分かりませんでした。で、子供に何と言ったか、捨てられたよと言ってるんです。そしておねしょをしました。精神薬です。で、裁判の申し立てが来て初めて居場所が分かったので、そこで争いました。で、たまたま本当にラッキーだったんですが、調査官の方がすごくいい方で、親身になって、戦ってくれました。はっきり言ってました。裁判所も、周りの調査官も全員敵ですと。でもこの事案はおかしいです、子どもの最善の利益が考えられていないということで、戦ってくれて親権が返ってきました。そこからが大変なんですよ。もう1年9ヶ月ですけど、親に捨てられたと思ってるんですね。で、吹き込まれてます。薬も入ってますから、いろんなことやりました。いわゆる非行行為ですよ。で、今は二十歳になりましたけども、壮絶な戦いでした。母親はそのことは本に書いてあります。で、本人が二十歳になって今働いてますけど、あ、僕は利用されたんだねと、僕の体験が役に立つんだったら実名で本を書いていいです、辻部さんって言ってくれて、当初実名で行ったんですが、まだ21なんで将来があると思って、イニシャルにしましたが、そういう実態があります。で、仕事からいろんな相談が来るようになったんですけれども、その中で例えば DV シェルターに入ったと。それは旦那さんからの DV だったんですよね。で、シェルターに入って保護されたら、そこで精神薬をいっぱい飲まされて自分がおかしくなって、もう逃げ帰ったと。で、今度子供が何か怪我したあざがあると、あなたが虐待したと。で、精神薬飲んでるでしょ、だから預かりますって一時保護、会えない。で、精神薬を飲んでると精神病であるということをサインをもらったら返してあげるよということで、病院に行って診断書をもらう。で、診断書をもらったら精神病のあるところには返せませんという話で返ってこない。今戦ってます。そういう方もいらっしゃいますね。それから、再婚した方なんですが、女性側に子供がいて、再婚しました。で、子供が怪我をしてあざができた、病院に行った、旦那さんの虐待の疑いがあるって言って児相に連れて行かれました。で、児相が言ったことは、離婚してください、別居してください、その通りにしました。で、帰ってきません。で、旦那さんの虐待なんだから離婚して別居すれば帰っていいじゃないですか。で、その、旦那さんの方は親に言っても、あんたやったんじゃないのって言われるんですよ。だから奥さんとその旦那さんだけは戦ってますけども、周りに言ってもお前やったんじゃないのとかって言われちゃうんですよね。だから再婚してその女性側にいた場合、男性が虐待っていう捏造もありますね。だから信じられないかもしれないんですが、あるんですよ、そういうことは。で、もう一個あるのは、それを誘導している弁護士がいるってことなんですよ。で、児相側の方の弁護士はいっぱいいるんですが、パッと自分が児相に連れて行かれたら相談するのは子どもの人権に詳しい弁護士ですよね。そう思いますよね。で、行くと児相側なんですよ。なので利益相相反しますとかって言って受けてもらえなかったり、お役に立てません。で、この間ある人に聞いたら、だって儲かんないでしょって言われました。要は帰ってこない戦いなので、利益にならないわけですよ、弁護士がついても。で、児相は返さないことを知ってるんですよ、児相側にいますから。
っていうのもあって、まず弁護士がなかなか見つからない。でもまあなんとか見つけて戦えたらいい。でも戦うと戦った人というレッテルなんですよ。いや正直に従わない人なので、だからどっちやっても、うん、持っていかれたら終わりなんですよ。これがあの悲しい現実ですね。で裁判すればお金もかかりますし、で僕一番の問題は先ほど矢野さんも言ってましたけど、面会交流権っていうんですが、子供と会えないっていうことはおかしいと思いません？あの刑務所入ってる人でも週に1回なり月に2回なり会えますよね。もう何年も会えなくなります、理由なく。でせめてじゃあ代理人の弁護士さんがっていうと、それも会わせてもらえないということなんですよ。でまあいろんな被害を受けた方と話すと、やっぱり自分のことを分かってほしいっていうふうになりますし、実際虐待をしてる方も中にはいると思うんですよね。その区別は我々には正直つかないですよね。で僕があのそういう被害者の方に言うのは、あの100歩譲ってくださいと、300歩ぐらい譲って、虐待があったとしてっていうところから話しませんかって言うんですよ。だけど子供と会えないことはおかしくないですかと、危険だと言うなら分かりましたと、代理人弁護士でいいです、第三者が入ってもいいです、我が子と会わせてくださいっていう主張はどうですかと。ねえ、それはいいと思うんですよ僕は。でも児相は平気で会わせませんから、あの例えばね、特段の事情、本当に虐待してボコボコにしたとかっていうじゃない限り、例えば1ヶ月とかね以内にちゃんとこう面会交流する、それをしなければ児相側に虐待があるというそういうふうな社会にこう持っていかないと児相側は動かないと思うので、僕が今提唱しているのは、自分の事案は事案で争いますが、統一見解として面会交流権がずっとないのはおかしいっていうことだけは絶対訴えませんかということと、いろんなこういう勉強会に来た方にはそれはおかしいということを声にね出していただきたい、そんなふうにあの思っています。あとあの一人ね虐待すると30万ぐらい入るんですよ。これ埼玉県 の, あの情報開示で出てましたけど、予算組があって何人って書いてありますから、で大体いくらと、だから宇都宮さんさっきね2月3月で道路工事と一緒ですよ、2月3月増えるように、その制度を変えないと危ないと思うんです。だって警察がね逮捕いっぱいすればお金入るって言ったらみんな逮捕しません？でも決められた予算内でやらなくちゃいけないから厳選した逮捕にするわけですよね。本当に悪いと思われるだけですよねえ。あの交通切符と一緒ですよ、まるで人数やればお金になるなら、あ何人引っ張ってこいですから、だから本当に弱者戦えない人たちをあの引っ張ってくるっていうそういう現実もありましたので、本来戦うべきというか守るべき人は守らないで、あの黙る人とか弱い人に言ってるっていうその現実もあるので、そこはあの是正しないといけないなと思うんですね。でさらに入った子どもたちに何かおかしくなるとすぐ薬物ですから、壊れて帰ってきますんで、ひどい場合は20歳まで引っ張りますから、で20歳になって社会でポンと、18歳でもう一回延長すれば2年間延長できるんですよ、養護施設。だから20歳ですから、そこで社会にボーンと送り出すんですよね。だから犯罪するしかないですよね。でもそういうあの実態もあるということをあの分かっていただきたいと思います。で僕はまああの後ろにもありますが、口の中に毒があるというその水銀のアマルガムのことを書いてますんで、歯医者の知り合いが多いんですね。でこの間、まあ、ですから釣り部さんスケボーボード書いたんだねって言って、すぐ読んだよって言って、僕らは通報する義務があるので、何かあったら通報しろという指導を受けてるんだと。だけど児童相談所がそういうとこだとは思ってなかったと、責任を感じると。でその先生は周りのね、あの歯科医の先生方に僕の本を紹介して、あの本当にこう気をつけて、疑いがあるっていうのを簡単に使っちゃいけないんだよっていうことをね、その歯科医は周りの先生たちに言ってくれてるんですけども、あの分かってやる人もいますんでね、その辺あのしっかり我々は監視はできないかもしれませんが、国民が賢くなるしか道はないかなと思ってます。で、先ほど弁護士が邪魔をするって言いましたが、あの離婚ビジネスっていうのも今最近テレビに出てますが、あの DV を虐待してあの女性をカモにして子供と会わせないっていう、そういう弁護士もあのいます。だいたい人権派弁護士と名乗ってる方で、あの今回あの実は次の本にあのダブルフェイスっていう本書くんですけども、3人実名で書こうと思ってます。人権派弁護士でこのようなことをやりましたということで、あのそれをねしようと思ってますんで。で僕はね一人やられたんですけど、僕5歳の娘がいたんですけども、5歳の時に祖父母に連れ去られたんですよ、親権ない、虐待してるということ で、 でそれを指南した弁護士が札幌弁護士会にいるんですけども、その弁護士を実名で告発もし、証拠も文書も全部ありますので、
だから16年会ってませんので、彼女がもう成人したのでもういいかなと思いまして、ずっと16年間あんまり言わなかったんですが、この間の静岡の講演会かな、オープンにして、そういう悪徳弁護士も、叩きつつ、裁判所もおかしいですから、そういうことは世の中にオープンにして、もう僕みたい思いとかするのはこれで最後にしてほしいと思いますよね。だから矢野さんみたい事例も本当にもうなっちゃってるんでしょうがないんですけども、これを最後にしていく社会にしていかないといけないと思ってますので、微力ながら私は私の立場でできる支援をしていこうと思ってます。どうもありがとうございました。